田慎吾です。違うか、吉田サラダです。 We love スワローズっていうことで、スワホージャイアンツさんにさよなら勝ちです。素晴らしい。それも打ったのが、さよならを打ったのが川端慎吾選手。怪我からの復活、最高。いや、やってくれましたね、川端慎吾選手。いやー、もうね、フジテレビ1で見てたんですけど、もうフジテレビ1で見てる僕がもう感動して涙出そうになったんですけど、現地行かれてる方、神宮行ってる方、泣きますよね。いやー、もう川端慎吾選手が決めてくれるなんてね、めちゃくちゃ嬉しいですよ。怪我でね、苦労されて、手術してリハビリして、本当にもう今日決めてくれてほんまに嬉しい。ねえ、ヒーローインタビューでも緊張して足が震えたって言ってましたね。いやいや、もうね、いろいろ苦労もあって、リハビリもあっての今ですからね、もう嬉しいですよね。もう他のね、チームメイトも、さよならは嬉しいんですけど、違った意味でもね、川端選手が復活して、で、さよならで決めてくれたっていうのでね、もういつも以上に盛り上がってましたよね。最高のチーム状態ですよ。あと、廣岡選手もホームラン打ちましたし、いや、役者揃ってきましたね。いやー、あと、青木キャップ、頼りになりますね。ホームランも打っていただいて、そして9回、逆転のきっかけを作るツーベース。さすがキャップは青木ですね。いやいやー、もう頼りになりすぎます。あとね、西田選手も、手薄なキャッチャー陣を引っ張っていってくれてますよ。いや、本当にね、みんながみんな頑張ってるんで、今日で 2.5 ゲーム差になりましたよね。明日勝って 1.5、もう余裕の射程圏内ですよ。いい感じで来てます。めちゃくちゃチーム状態もいいです。この調子でね、もう本当に勝ち進んでいってほしいなって思っております。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、川端慎吾、イエーイ、おめでとう。